ただいまから牧島大臣の記者会見を始めますはじめに大臣からご発言がございますよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします 本日、私からはデジタル臨調、デジタル臨時行政調査会の事務局、本格指導のご案内をさせていただきます。本日から本格指導ということになります。すでにデジタル臨長は、昨年2回官邸で会議を行っておりますけれども、その中でデジタル原則、しっかりと作っていくということで、法令通達等4万以上、行政手続き2万以上の、 適合性を点検をして、デジタル技術を活用する方策を具体化する、そしてこの春には一括見直しプランを取りまとめるように、すでに指示が出ているものでございます。今日以降ということになりますが、順次、関係の関係府省庁にご協力をいただきながら、職員の皆様をご派遣いただいて、デジタル臨時行政調査会事務局を本格稼働するということになります。 それぞれの省庁から派遣いただいた方々は、知見を持ってらっしゃる方ですし、能力を遺憾なく発揮をしていただいて、規制の横断的な点検、見直しに向けて、力をいただいて加速をさせていきたいというふうに考えております。また、こうした取り組みを通じて、各府省庁が自らデジタル原則に沿って、制度を見直す文化を霞が関にも定着をする、そうした一つの動きになるだろうというふうにも考えているところです。 私からは以上です。それでは質疑に移ります。質問のある方は挙手の上。社名、氏名をおっしゃってから、ご質問いただくようお願いいたします。どうぞ。はい、えー、日経新聞、やさしも様。あ、ありがとうございます。日経新聞、やさしもです。すあの関連でデジタル臨時の事務局。はい、どのくらいのこう規模、人数の規模でですね。 あの民間の方も入っていると思いますけれども内訳がどうなっているのかとかですねそうで、まあ、民間の方が入っているのであれば民間の方のバックグラウンド、まあ、専門性のバックグラウンドとかどういったものなんでしょうかとということをちょっと詳しく教えていただける、はいはい、かりました詳細はまた事務局よりご説明させていただくことになろうかと思いますが最終的には50名強の体制になるというふうに考えております。 現在は事務局員数、編任者、非常勤者含む数ですが、31名が現状でございますで民間からは、えー、放送会、法律の専門家の方なども、準備段階の会合のなどでもご参加をいただいているのは、あの私もお話をさせていただいて、把握しております。 他にございますかはい、えー、中心部坂田様はいよろしくお願いします ワクチン接種証明アプリの件でお尋ねなんですけれども、はい、あの運用開始時に要確認データが433万件あるという話がありましたけれども直近でまだもし残っている要確認データがあるようでしたら件数を教えてくださいあと、まあ急性平均の対応が1月中にもということを大臣おっしゃっていたかと思いますがこちらも足元の状況を教えてくださいはい、予報確認のところはあの運用上を いろいろと具体的にしっかりと示さなければならないことがあると思いますので、まあ、要修正の動き等はあのしっかりと見ていますけれども、それぞれの自治体の皆さんが、 あのしっかり VRS の修正に必要な作業は進めていただいているというふうに理解をしています。この点はあの詳細事務方に確認をしていただければというふうに思っております。で、救生兵器の方は今月中にということをお話ししてまいりましたけれども、現行も今月中にしっかりと皆さんにお示しができるようにということで今準備をしているところです。 すいません関連してもう1点なんですけれども今回、ちょっとその自治体結果的にですね、まあ、自治体がそのデータ修正などの負担増につながるということもありましてあの今後、デジタル庁があのいろいろな政策を遂行するには国とあの自治体との連携というのが大変重要になるかと思うんですけれどもあの、まあ、どうしてこういうことになったかどうすればこういうことにならないかといったような検証振り返りに関して大臣、どのようにお考えでしょうか。 ご存知のとおり VRS のシステムを自治体の皆様に使っていただくということになった時点ではすでに接種券が発送されていたということでしたからその後の対応でできうる限りのことはさせていただいたというふうに私たちは思っております。そししてて回目ののの接種に関しては厚労省との協議の上、 二次元コードをつけた状態で発送していただいているのですでに1回目の接種券のご案内の時に手当てができなかった部分、まあ、その時はデジタル庁も立ち上がってはいないわけですけれども手当てができなかった部分の教訓はすでに3回目接種の中で十分生かされているとで今回は混乱なく3回目の接種が行われるだろうというふうに私たちは想定しています。 はい、他にございますか。はい、えー日経 B.P. 源様。えー日経 B.P. 源です。はい。あの二点あるんですが、まず一点目、あのデジタル臨調の事務局について、えー、各省庁からはどういったあのスキルの方を特にこう要望してきていただいているのか、もし各府省でこう多い府省があれば、あのそれも含めて教えてください。各省庁のは。 当てというかについてはちょっと私今手元にはないのでまた事務局の方からお話をさせていただくようにしたいと思いますあのともかくデジタル原則にのっとってしっかりと本格的な構造的な改革を進めるという視点で各省庁協力をいただいて皆さん兵に含めてですけれども派遣をしてくださっているというふうに考えています もう1つ、通常国会に提出するデジタル庁が関連する法案についてなんですが、一部などではマイナンバー関連法案の提出は見送るという話も出ております。マイナンバーの今後、用途拡大など制度を拡充するにあたってのメドと、それに対する影響などはあるのかないのか含めて、どういった法律を提出するのかも含めて教えていただけますでしょうか。 今国会はキャッシュレス法案を私どもとしては準備をしているところであります。でマイナンバー法に関しては、すでにデジタルの構想会議の方でも、マイナンバーのワーキンググループがあって、そこで具体的な議論をしてきております。 でそこではユースケースなどにのっとって、しっかりと議論をすべきという有識者の方たちのご意見、国民視点に立った検討を行う必要があるだろうということで、今、議論をしている最中ですので、国民の理解を得て、2023年に必要な法案提出を行えるように、引き続き検討を進めていきたいというふうに考えていますありがとうございます。あの追加でもししよろしければその今国会に出す予定ののキャッシュレス法案はどういった趣旨の 法案になるのか、ねいとその、はい、内容について教えていただけますでしょうかまた具体的にご説明する機会はえ、何らかの形で考えたいというふうに思っていますけれども、まあ、あのキャッシュレスがこれだけ進んでいっている中で、まあ、デジタル手続き法でえキャッシュレスが可能になっている部分と、そうではないところ、まあ、クレジットカードの決済ですとか、 キャッシュレスのご利用を行政の中でも皆さんができるようにするという世の中の要請があるというふうに思っていますので、それに応えることができる体制を整えていくものですなるほどあの、主に行政でのキャッシュレス手続きを、えー、可能にしていく、広げていくという趣旨ですね。はいはい、どううもありがとごござざいいまますす他にか、はいえー、共同通信大佐 あ共同通信タイです、えー、とデジタル臨調の事務局についてちょっとお伺いなんですけれども確か昨年12月に原稿を出した時もあの約30人ぐらいの体制で準備局ということで書いた記憶があるんですけどで現状は31人だけれどもとりあえずでもこれで本格的にまあ事務局として立ち上げて発足するといろいろ各省庁その人足りないので大変とは思うんですけれども。 ということでよろしいんでしょうか。で、いつぐらいまでにその50人体制に持っていきたいというふうにお考えであるのかっていうのをちょっと一点お伺いしたいです。はい。え、私たちとしてはすでに準備段階の事務局から作業は進んできていますので、うんうん、まその作業をさらに加速化させて。うん 充実しししたたももののにににてていいいくめ人とうを目標にしていますあの民間から来られる方は、それぞれのタイミングも諸事情によって発生するだろうというふうに思いますし、省庁の方は閉任ということもあったりいたしますので、まあ、この日までにというところを現時点で明確にするものではなく、できるだけ早く拡充をさせていきたいということで、関係省庁、また民間の皆さんに協力をお願いしていくということになると思います。 ありがとうございます。あともう1点、最近、病院に関していろいろとサイバー攻撃が起きたりとか、はいろいろと厚労省さんの方でも調査されたりとかいろんな動きがあるので少し大臣の,その現状についてのお考えをお願いします。はい。 報道等でも拝見している通おり、医療機関に対するサイバー攻撃というものを大変懸念していますで、それに対する対応を、ニスク等にも取ってもらっているところがありますが、さらにえ現場におられる方たちに分かりやすく対処方針が伝わるようにしなければならないだろうというふうに思っています。 多くの重要インフラの皆さんに集まっていただいて演習が12月8日に行われてますけれどもこうした演習の機会をとらまえて医療関係者の方 分野からもお参加をいただくということも一つだと思いますしまあ、予防をするということとそれから発生した時に対処をするということをしっかりと検知をしてその次のステップに移っていく復旧の作業がいち早くできるようにするいくつかの段階があると思いますその段階ごとにそれぞれの病院が何をしなければならないのかというところこれはまあ厚労省さんとも連携をしながらではありますが まず厚労省の方で全国の病院に対する実態調査を行って、必要な対策を講じていく予定だというふうに聞いていますので、こちらと連携を取って、n スクを中心に、私たちとしてもサイバーセキュリティの確保に向けた取り組みを強化していきたいと思いまほか、はい、にございますか、NHK 岩澤様 NHK の岩沢ですよろしくお願いいたします,、はい、しますえっと今月9日に、えー、開封都市記元総理大臣がお亡くなりになりました、えー、牧島大臣の今の受け止めをお聞かせくださいはい 海風総理がこの国の政治においてご貢献された分野あるというふうに思っております、報道を拝見して、大変ご不幸に接して、誠に残念で、心から哀悼を申し上げたいというふうに思います。第76代内閣総理大臣として、対話と改革の政治を旗印として、公正で心豊かな社会を目指された方であったというふうに受け止めております。 ありがとうございます。はい、他にございますか。それでは。はい、以上をもちまして、記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございま。